天使役の椎名大蔵です。この原宿なんですけども、 iPhone で撮影すると、撮影された映画なんですけど、監督から iPhone で、ね、撮影するって聞いた時どう思われました？iPhone そこまで来たんだっていう、映画撮れちゃうんだっていう感想が、まあ、正直なところあって、画質とか大丈夫なのかなっていう不安もありましたね、聞いた時は。椎名さんは、はい、普段使っているのは iPhone ですか？ iPhone です。 iPhone で動画とか撮りますか？撮りますね。撮るし、ちょこっと僕も動画編集とかをするようになり始めたので、だから iPhone の動画すごいなっていう感想はあるんですけど、映画になると引き伸ばすじゃないですか、スクリーンに映すので、そこで画質とか大丈夫なのかなっていう不安はありましたけど、多分問題ないんだと思います。椎名さんは自己自身で iPhone で動画を編集されてるということは、ゆくゆく椎名さんの監督できますかね？はい、いつでもお待ちしてます。映画の中では見事な盾のシーンを披露していますが、椎名さんにとってはお手のものじゃないでしょうかと。全然お手のものではないんですけど、やっぱ稽古あってのものなので、まあ、現場で何回も練習させてもらってますし、すごいいろいろ怪我をしないようにさせないように苦労はあったんですけど、iPhone での撮影ということがあって、監督がカメラを持ってる、携帯を持ってるっていうことが多かったんですけど、その縦のシーンでも結構こう寄って近くに寄ってくるんですね。で、僕が長物といっても棒を持ってたので、それがこう監督に当たったりとか当たりそうになったりっていうアクシデントが結構あって、まあ、それが撮影中結構大変でしたね。舞台と映画との違いみたいなのは感じましたか、その縦のシーンでは？はい、舞台と映画でやっぱり、まあ、カットがかかったりするので、まあ、そこでの、まあ、違いはもちろんあるんですけれども、まあ、やることとしては基本的には変わりはないので、まあ、同じようにやるっていうのを心がけてはいたんですけど、やっぱり映像だと舞台よりも近くなったり実際に当てたりとかっていうシーンがあったので、そこで、怪我させないようにっていうのは気をつけていましたね。はい、明治湯のシーンでは見事な肉体を披露していますが、日頃からトレーニングは欠かせないのですか？トレーニングは一切してないですね。僕は仕事が舞台が多いので、その舞台でアクションをすることが結構あるので、それがもうトレーニングになっているので、普段一時期ジムに行ってた時期もありましたけど、疲れちゃうのでやめましたね。で、あと日常的にやってることは、逆立ちは一日一回はやってます。家の中でも。変な趣味です。逆立ちのシーンってなかったですよね。逆立ち、撮影の時逆立ちはしてないですよね。撮影の時は逆立ちしてないですね。ないです。家でこそっとやってます。はい、ありがとうございます。椎名さんが演じる天使はシリアスとコミカルが交錯するキャラクターなので、役作りは苦労したのではないでしょうか？そうですね。シリアス、そのアクションのところは、まあ、当然シリアスで、日常のところはそうコミカルというか、なんだろうな、目にするものとか口にするものだったり、原宿っていう街をすごく新鮮に感じている役だったので、リアルに多分初めて原宿に行ったらとか、初めてこの食べ物出会ったらっていう表現をしているので、まあ、コミカルにやってるというよりも、なんかリアクションがすごい大きくて、一個一個の物語というか、一個一個起きることを楽しんでいるっていうお芝居をしたつもりではあります。椎名さんが思う原宿の街の印象を教えてください。僕が思う原宿、すごく刺激的な街で楽しい面もあるんですけれども、まあ、怖い方もねいらっしゃるので、まあ、そういう方に声をかけられても僕はついていかないぞっていう強い心を持って原宿を日々歩いております。原宿に怖い人っているんですよ。
ちょっと高めのものを売ろうとしている方とかが声をかけてきて、実際に原宿の竹下通りで映画の撮影もしたんですけど、その時に撮影中ちょっと引きといって、まあ、カメラと、まあ、僕ら役者が相当離れた位置でこう撮影するシーンがあって、カメラが本当見えないところにいて、僕らがこう竹下通りを歩くシーンがあったんですけど、そこで NG になっちゃったんですけど、途中そういう方に声をかけられて、兄ちゃん兄ちゃんみたいな感じで、で僕はそう撮影中だったので何も反応ができなかったんですけど、あまりにもこうしつこく声をかけられてしまったので、監督にも罰サインをしながら、これ無理ですっていう思い出がある街ですね。なので、うん、変な人についていかないようにしないといけない街です。そんな街なんですけれども、キラキラしていた洋服が売っていたりとか、パンケーキがねすごく美味しいので、まあ、そういうのに気をつけつつ楽しんでいただければなと思います。あの1週間は天使からもらった時間だったんだ。お風呂を入りに来たんですよね。魂を抜きに来たの。天使、あと1週間くらいいいじゃん。パンケーキ食べたい。うんめー、あいつは俺たちにとって今必要なんだよ。シュータはさ、車の事故で親父とお袋亡くして。元気ですか？シュータが一方的に婚約を破棄した。シュータと愛子ちゃんを会わそうと思って。さよなら。明るい空ほんのり浜松町の路地裏歩けば、お疲れ様の一言で飲めば気がつけばほろ酔い、みんな集まって笑顔あふれる生絞り箱いこい。
ば絞りば恋恋。お疲れ様。生絞りバー、恋恋。